上東区、今福鶴見駅付近鶴見通りは、大阪市内を東西に走る、主要地方道で、1995年に、大阪市の工房より採用された愛称である。区間はガムウ4丁目交差点から、安田東交差点までの全長約 4.2km を、指し、大阪府道8号大阪井駒線の一部にあたる。近年、マムタ浜交差点以東の拡幅が完成したため、 全線が片側2車線の4車線道路となっている。鶴見区内区間の大半は大阪電気軌動市場縄手線の路盤を道路に転用したものである。ガム四4丁目交差点鶴見警察署前交差点の地下には大阪メトロ長堀鶴見緑地線が通っており、大阪市中心部方面へ直結している。また鶴見通知場には大阪駅梅田方面へ直結する。 大阪市ティバスも多数運行している。かつては近鉄バスも梅田、天間橋から東大阪市、大東市方面へ多数運行していた。鶴見区、横包付近は道路幅が広く、並木が多い。安田東交差点移東の区間も含めて、半ン道路と呼ばれることもある。2005年度平日24時間交通量。ありがとうございます。